翔くんの弟。翔くんは野球が大好きな男の子。中学校に入ると毎日日が暮れるまで野球クラブの仲間と練習をしていました。しかしある日を境に、翔くんは野球の練習に行くのをやめてしまいました。友達に理由を聞かれても、野球に飽きたからとしか翔くんは答えませんでした。野球をやめた翔くんは、学校が終わると急いで家に帰るようになりました。しばらくして学校の授業で、私の家族というテーマで作文を書くことになりました。作文発表の日、翔くんは自分の作文を読み始めました。僕には弟がいます。弟はいつも僕の後をついてきます。お母さんが仕事に行くことになったので、僕が保育園のお迎えに行って、お母さんが帰ってくるまで家で一緒に遊んであげます。本当は大好きな野球をやめたくなかったけど。翔くんは涙ぐみながら言葉に詰まってしまいました。教室がシーンとなりました。少しすると落ち着きを取り戻したのか、翔くんが続きを読み始めました。でも僕は弟のことも大好きだし、日曜日にはお父さんが一緒にキャッチボールをしてくれるので、僕は家族みんなのことが大好きです。読み終わると拍手の音が教室中に響き渡っていました。その日、野球クラブの仲間はみんなでコーチにお願いに行きました。翔くんの弟をみんなで面倒見るから、また翔くんをクラブに戻してください。みんなはコーチに頭を下げました。事情を聞いたコーチは早速翔くんの家に電話をかけました。翌日、弟を迎えに行った後、翔くんは弟と一緒にグラウンドへ向かいました。よ、はじめまして。クラブのみんなは代わる代わる弟に挨拶をしにやってきました。はじめは翔くんの後ろに隠れていた弟も、次第に慣れてきたのか、練習が終わる頃には、翔兄ちゃん頑張れと大きな声で応援していました。それから毎日翔くんは弟と一緒に練習に行きました。弟はいつも大きな声で、翔兄ちゃん頑張れと応援しました。それを見ていたコーチは弟をクラブの応援団に任命しました。弟の大好きな車のシールが貼られたメガホンをコーチからもらった弟は、ますます大張り切りで応援しました。いつの間にかクラブのみんなの名前を覚えた弟は、もらったメガホンで、両兄ちゃん頑張れ、蓮兄ちゃん頑張れとクラブみんなを応援するようになっていました。弟は翔くんの弟でもあり、みんなの弟でもありました。
それは翔くんがクラブを卒業するまで続き、弟はたくさんの人から愛され続けました。おしまい。